青コーナー211センチ、143.5キログラム、南アフリカキックボクシングスーパーヘビー級チャンピオン、ヤンザジャイアントナビキア。南アフリカのビッグマウンテン、ヤンザジャイアントノルキア。赤コーナー189センチ、98.0キログラム、 WKA 世界ウェイター界クルーザー級チャンピオン、ユリゲン・クリーン。この竹高尾、ジャッジ水岡真人、黒住達也、大成敦史。クルトは果たしてこの巨人狩りをできるのかどうか。全身タトゥーに覆われた硬い肉体を持っています。あのひげを蓄えて、はい、かなり精悍になりましたね。なんかあの雰囲気が出てきましたよね。ロブカーマンみたいですね。そうですね、目を合わせずにじっとうつむいていました。来るとさあ上から見下ろすようなノルキアです。3分5ラウンド、ラウンド1、ヤンザジャイアントノルキア対ギルゲンクルトの対戦。右のストレートまず伸ばしていきました。ノルキアは総合の用のスパッツを履いてますね。あの総合格闘技のトレーニングが非常に平和に役立ったというふうに話していました。度胸もついたんですかね。ガンガン言ってますよ。いきなりもともと強烈な右のダブル、はい、フック、そしてボディ、これをもっともっと使っていきたいというふうに話しています。そうですね、今日はなんかアグレッシブでいいですね。ノルキア最初から出ていきます、ノルキア。画面の左2メートル11センチ、サウスポースタイルがノルキアです。クルトもいいですね。あの出入りっていうかですね、入るところがすごいロキックでしたね今。一方このムエタイスタイルのノルキア、ロキック。ユルゲンクルトは北欧の用心棒と呼ばれています。非常にこう冷酷な表情をしながら前と出ていきます。まあ、本当にね、 K1 のクロアチア大会で優勝してますし、はい、あのステファン・レコに KO で勝ってますからね。もう本当にレコを沈めたあのパンチ、今年はなんかイグナショフとかですね、マーク・ハントみたいになる可能性のある一人ですよね、ユルゲン・クルトは。しかしここは序盤ノルキアが前出ていきます、はい、石井館長、かなりこの積極さが出てますね今日は。そうですね、左のアッパーも打っていきましたノルキア。やっぱ重いですからね、150キロぐらいありますから。ああ、ま、今までは何かこうリング上で慌ててしまって、はい、手数にこだわってしまった、うん、しかしもともとこの一発一発の重さがあるんだということに気づいた、はい、そう話していました。左のフック側頭部を捉えるノルキア、左のストレート。左のストレートはいいですね。ノルキアが序盤から出ていきます。第1ラウンド生まれ変わった巨人、はい、どうぞ。戦っているノルキア、あのクルトさん、ユルゲンクルトさんですか、はい、向こうがですね、倍疲れると思いますよね。40キロ差がありますからね体重で、クルトも98キロ、はい、あるんですが、ノルキアはなんと 143.5キロ。だから女性の体1人つ分ぐらい体重差があるんですよね。そうなんですよね、まあ、クルトの方ももともと100キロオーバーだったんですが、この試合に向けてかなりこう絞り込んできた、非常にいい肉体にシェイプアップされています。下から崩していこうって感じですね。ロックって言いましたよ。ロックが効いた、クルトはこの2メートル11センチのノルキアは下から崩していこうという作戦です。すごいいいロックですね。しかしノルキアも容赦なく左の拳を叩きつけていきます。あのクルトの本当の得意なのはこうさっきの首相撲から膝なんですよね。でもやっぱりあの大きいし背が高いからなかなか崩せないですよね。ガン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 圧力かけてますね、右のボディノルキア、ローキックで活路を見出そうというクルト。そしていざ、あ、左ですよ。ちょっと下腹部に入った、下腹部に入っています。これは下腹部に入って、おっとダウンを取りましたが、一瞬下腹部に入っているのも見えましたが、アピールしています。これは時計が止まります。いや、ちょっと下腹部に入ったようですね。今角度的に放送席からも見えにくかったですが、ちょっとあの、レフリーのブラインドになったんですけども、ダウンを取ったんですが、途中時計が止まりましたが、ダウンは一つ取っています。そうですね、ワンダウンですね、はい、ね、下腹部にやや入って、そしてひるんだところ、その後膝パンチ飛んできました。やっぱあの背が高いんでね、ボディ蹴るとどうしても下腹部に入っちゃう、入っちゃうんですね。ユルゲンクルトの膝、まずは第1ラウンド、ノルキアからダウンを一つ奪っています。
第1ラウンド終盤でした。クルトの膝による攻撃、ノルキアの体がぐっと曲がりました。その後この頭への膝、そしてパンチ、ここでダウンを取りました。ダウンは一つ取っています。ノルキアも下腹部への攻撃じゃないかというふうにアピールしましたが、ダウンは一つ認めました。そして近敵攻撃による注意1も加えて与えられたと今場内にもなりました。そうですね、その後のパンチ、それから蹴りも取ってるんですね。ダウンを一つ奪いましたユルゲンクルト。第2ラウンド、ユルゲンクルトの巨人狩り、あいいミドル、そして顔面へのパンチ、左の膝。クルトがこの第2ラウンド序盤から出ていきます。第1ラウンド終盤にダウンを奪ったユルゲンクルト。いや、なんかクルトの実力者ぶりがだんだん出てきましたね。荒削りなところが目立っていましたけれども、実は非常にテクニック的には高度なものがありますね、はい、この選手は。いや、正確なんですよね、技一つ一つも、一発一発のパワー、そして正確さで、また本当にひげを生やしてなんか風格が出てきましたね。右のストレート、そして膝、あ、ボディ、ボディ、ボディが来ました。ノルキアの右のボディ、リング上でリラックスすれば敵はいないんだ、そう自分に言い聞かせながら前に出ていきます。ノルキア、ノルキアもね、さまざまな本当総合とかいろいろチャレンジしますけど、ここで勝ち星恵まれてないん で、 そうなんですよ、ね、今日は必死だと思うんですよね。クルトも1年ぶりの日本のリングです。両者ともにアピールした一戦、2002年10年目を迎えた K-1 のオープニングマッチになっています。今年の開幕戦、そこでこの2メートル11センチ巨体から振り下ろす左フック、左フックでちょっとクルトの動きが止まっています。クルトの動きが止まった、止まりましたね。なんとか離れていくクルト、返していくが左のフックダブル、そして右のフック来た、取り返した、取り返しましたね。アメリカのビッグマウンテン、ヤンザ・ジャイアントノルキア、ダウンを取り返して、そしてノックアウト。この形相です。ついにノルキアがビッグマウンテンが大噴火、画面では足りない。やっぱヘビー級の怖さですよね、一発のパンチが変わってますから、ちょっと鼻がなんか折れたんじゃないですかね。ものすごいパンチでしたね。これがこのノルキアの本当の実力です。全てが規格外、計り知れないパワーをまざまざと見せつけました。ここまで何か低迷していたのが嘘のような動きですね。でも本当にノルキア選手はね、キャラクターっていいですね。いや、石井館長、これ目覚めましたね。そうですね、追いかけていく、そして左のフック、やっぱ重いんですね、パンチとか蹴りがね。鼻が折れましたね。そうですね、クルトの鼻は完全に折れてますね。見たら出血があります。そしてそうですけど鼻が曲がってますね、完全に折れたんですね。やっぱしクルトも作戦ミスですよね、やっぱ接近して膝蹴りに行こうと思ったんですけど、やっぱ捕まえきれずにパンチの距離入っちゃいましたね。もう少し離れてローを蹴っていけばよかったと思うんですけどね。 143.5 キロの体重を乗せたパンチ、クルトの鼻をへし折りました。南アフリカの大巨人、ヤンザ・ジャイアント・ノルキアの目覚め、見事ノックアウト勝利です。